リカルド・ペレーラ、リカルド・アレシャンドレ・マルティンス・ソアレス・ペレーラ、リカルド・アレクサンドル・マーティンズ・ソリス・ペレーラ、1976年2月11日体は、ポルトガル・モンティージョ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはゴールキーパー。ポルトガル代表であった。キャリアのほとんどを、ボアビスタ FC とスポルティング CP で過ごした。ボアビスタ FC では、 クラブ初のリーグ優勝を果たし、スポルティングでは150試合以上に出場して、タッサデルトガル優勝を果たした。30代を迎えてから海外に挑戦し、スペインのレアルベティスとイングランドのレスターシティ FC でプレーした。ポルトガル代表では81回試合に出場し、FIFA ワールドカップと UEFA ユーロに2度ずつ出場し、UEFA ユーロ2004では準優勝した。 セトゥーバルのモンティージョに生まれ、地元のでプレーした後、1994年に、ボアビスタ f C と契約した。数シーズンの間は、カメルーン人の GK とポジションを争い、最終的にポジション争いに打ち勝つと、2000から01シーズンは28試合に出場して、クラブ初のリーグ優勝を成し遂げた。チームで最も影響力のある選手となり、2002から03。 シーズンの UEFA ヨーロッパリーグでは準決勝に進出した。2003年夏、スポルティング CP に移籍した。移籍金は700万ユーロであり、さらにスポルティングから他クラブへ移籍する際に発生する移籍金の20%がボアビスタイフ C に支払われる。移籍当初からチームに不可欠な選手となり、2004から05シーズンの UEFA カップでは、 決勝進出に貢献した。スポルティングのホームである、エスタディオ・ジョゼ・アルバラーデで行われた決勝の、PFC チェスカ・モスクワ戦は1から3で敗れ、準優勝に終わった。2007年7月9日、スペインのレアルベティスから獲得の打診を受け、7月11日に4年契約を結んだ。8月26日のレクレア・ティーボ・ボエ・ルバ戦でリーグデビューし、 2007から08シーズン序盤は、レギュラーとして出場したが、その後、カストエスピノーサにポジションを奪われた。しかし、ラスト3戦のうち2試合に出場し、セグンダディビジオン、2部降格を回避した。2007から08シーズン途中に就任した監督は2008から09シーズンもリーグ戦ではリカルドをベンチに置き、コパデルレイの試合だけに出場した。シーズン中盤には、 セイジー系の座を奪い返したが、結局セグンダディビシオン降格となった。セグンダディビシオンでのプレーとなった2009から10、シーズンはマラガ CF から加入したいニャーキゴイティアの控えに甘んじ、リーグ戦4位で昇格を逃したチームで1試合も出場できなかった。アントニオ・タッピア監督に代わった2010年には、背番号を与えられず、ビクトル・フェルナンデス監督になってからもそれは続いた。 さらに2011年にペペメル監督に代わってからは練習さえ制限された。契約は2011年6月までとなっていたが2011年1月に契約を解除した。リカルドは FL チャンピオンシップ2部のレスターシティ FC の練習に参加し2011年1月31日にシーズン終了までの契約を結んだ。 スウェンゴ・ゴラン・エリクソン監督の存在が加入の動機だと語っている。2月12日にプライドパークスタジアムで行われたダービーカウンティ FC 戦でデビューし、シーズン終了までに9試合に出場した。2011年5月21日、レスターはリカルドとの契約を延長しない意思を固め、6月30日に契約満了を迎えた。2011年夏に、 ポルトガルのビトーリア・セトゥーバルト契約。2012年8月に SC、オリャネンセに加入した。2014年7月にオリャネンセを退団。12月23日に現役引退が報じられた。2001年6月2日のアイルランド戦で、膝の怪我で離脱中のビトール・バイアンに代わって、ポルトガル代表デビューした。2002FIFA ワールドカップでは控え GK として、 代表入りした。UEFA ユーロ2004本大会グループリーグでは初戦のギリシャ戦に敗れたが2戦目のロシア戦と3戦目のスペイン戦は完封勝利を収めた。準々決勝ではイングランドに PK 戦の末に勝利し準決勝ではオランダに2の位で勝利したが決勝のギリシャ戦ではコーナーキックの処理を誤ってアンゲロス・ハリステアスにヘディングユートで 決勝点を許し、自国開催の UEFA ユーロは、準優勝に終わった。2006FIFA ワールドカップのグループリーグでは、アンモラ戦とイラン戦で完封し、メキシコ戦でに決められた1点のみに抑えた。ポルトガル代表は3戦全勝で、決勝トーナメントに進出し、決勝トーナメント1回戦ではオランダに1-0、準々決勝ではイングランドに0-0で勝利した。 3位決定戦のドイツ戦では全てバスティアン、シュバインシュタイガーのシュート、1点は、プティのオンゴールとなったで3失点を喫したが、イタリア代表の GK ジャンルイジ、ブッフォン、ドイツ代表の GK イエンス・レーマンと共に、大会のオールスターチームに選ばれた。批判もあったが、UEFA ユーロ2008では、正 GK を務めた。ポルトガル代表は、 グループリーグで苦戦したが何とか準々決勝に進出した。準々決勝ではドイツと対戦したが、ペナルティボックス内で2度の飛び出しの判断ミスを犯して2度とも、ヘディングシュートを許し、2から3で敗れてベスト8に終わった。ユーロ2008終了後には、カルロス・ケイロス監督が就任したが、ベティスでポジションを失っていたことから2010フィファ、ワールドカップ。 ヨーロッパ予選には招集されず、キムにポジションを奪われた。その後代表からは引退したと見られている。リカルドは PK ストッパーとして有名である。UEFA ユーロ2004準々決勝のイングランド戦では、両チームが5人ずつ決めて5から5で迎えたダリウス、バッセルのシュートを素手で止めると、その直後には、自らがキッカーとなって、キックを決め、チームを準決勝進出に導いた。 さらに 2006FIFA ワールドカップでは、準々決勝で再び、イングランドと対戦して、PK 戦にもつれ込んだ。ここでもリカルドは、フランク・ランパード、スティーブン・ジェラード、ジェイミー・キャラガーの3人の PK をセーブし、ポルトガル代表を40年ぶりの準決勝進出に導いた。キャラガーは一度は PK を成功させたが、主審が笛を鳴らす前に蹴ったとして、やり直しを命じられ、 二度目はリカルドに止められたのだった。四本中三本の PK を止めたのは FIFA ワールドカップ史上初の出来事であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。